ということで今日は、サケマス系をやっていきたいなと思います。今日用意したのはサクラマスって呼ばれるタイプのサケですね。で最初まずこう鱗から取っていきます。皆さんのよく知ってるね三枚おろしでさっきは大丈夫だと思います。でこの鱗が取れづらいのは鮮度がいい証拠なんで、ここはちょっと丁寧に鱗を取ってあげてください。このサクラマスは比較的アジアにいる品種なんで、ヨーロッパだとやっぱノルウェーとかのアトランティックサーモンで、チリとかにもねニジマスを養殖したトラウトサーモンっていうのがいたりして、まあ、養殖技術が非常に盛んですね。で養殖の鮭は餌の関係でアニサキスとかね寄生虫がいない個体が多いんで、まあ、お寿司屋さんではそのまま生でも提供してますし、日本の場合天然のはね必ず冷凍か加熱をしてください。掃除してもらったら他のサケマスと一緒ですかね、うん、まず最初にこの胸びれのね下のところにこう切れ目を入れてもらって、でこのままエラに沿って背骨をどっちも落とし下げてください、うん、でこの腹の部分のね肛門なんで、ここからお腹を割いていってもらって、こんな感じですかね。はい、うん、でこの遅延のところを掃除していきます。ではね遅延の部分をこうきれいに掃除してあげていってください。でさばく前にね、きれいにこう拭き取ってあげて、はい、そしたらさばいていきます。サーモン、サケ、マスはね一般的には多分三枚おろしのやり方で大丈夫だと思います。でここの皮目にね最初切れ目を入れてあげて、ここから背骨に沿って、うん、でこっちも面白いですね。最初にちょっとね包丁のこう入る入り口を作って、でここからそこでね、沿って入れてあげてください。こっちも一緒ですかね。中骨を、中骨、腹骨ですね、うん、この縁側のところをこう皮引っ張っていってあげるとこう全部ね取れてくるんで、でここはここで焼いたら美味しく食べられるんで。でこのね中骨のちょっと上のところに一列ね大きめの骨が残ってるんで、これは全部抜いてってあげてください。でまあごめん有名な話ですけど、さっきはねこういう綺麗なオレンジ色というか
あの赤色もねしてることあると思うんですけど、これはあのエビカニをね食べてる時の色素が身の方に移ってるんで、これ本当にあの産卵の時はそれこそイクラの方に、あるいはこう婚姻色って言ってね、肌にこう赤色が出るんで、その時にはね逆に結構身の色は白くなってきます。で普通白身魚ってかなりこう弾力があることが多いんですけど、鮭の場合は脂も乗ってて、生の状態でもコリコリってよりはね、トロのようにかなりこう口どけも滑らかな、かなり不思議な白身魚なんですね。でこの状態でも非常に美味しいんですけど、ただもうさっきも言った通り寄生虫がいるんで、生でね食べることは絶対にこうやめてください。そうですね、お店では絶対に提供できないんで、火を通すか必ず冷凍するってところで。 Thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe and press the good button. I'll keep uploading videos. Leave any comment if you like. I'll keep uploading about Japanese sushi culture. You can find us by searching Ebisendo. Then tell me where you're from and how to cook salmon in your country. Thank you. See you next videos. Bye.